献上されています。この場所は乗馬と醤油の小売りをしていたところです。右に置かれております醤油の桶は古金と呼ばれ、当時はお客が容器を持参しての量り売りでした。これより奥には休憩所、庭園、肥料館、醤油の製造工程を展示した蔵などがございます。休憩所までは無料です。どうぞ奥へお進みください。